ろにいる4頭、みんなそれぞれ体の大きさなどは違いますが、まだまだ全部子供のパンダたちです。ジャイアントパンダはメスは4歳から5歳、オスは6歳から7歳で大人へと成長していきます。最近5歳ですが、オスですのでまだお父さんになるには少し早いんです。ということで、このパンダラブで暮らす4頭、体の大きさは違いど、まだまだみんな子供のパンダたち。4頭とも同じお父さんお母さんから生まれた兄弟です。一頭一頭ご覧いただきますと、それぞれ顔も違いますし、性格や仕草にも個性があります。どうぞ皆様、たくさん見比べていただいて、それぞれの特徴を伝えてみてください。で、分かりやすいその見分け方としまして、顔の輪郭、丸顔でしょうか、大玉でしょうか。で、また耳の形、大きいか小さいか、離れているか寄っているか、丸いか丸くないか。で、また目の周りの模様の形や大きさ、こういったところにも差が出ます。当時まだまだ小さくて可愛らしいパンダたちです。同じ運動場に2頭で一緒にいますので、2頭がくっついた際にはぜひ皆様しっかり見比べてみてください。ある程度じっくり見ていただければ、皆様でもすぐに見分けがつくようになるぐらい、それぞれ特徴があります。ちなみに王浜、お姉さんの王浜の方が耳が大きくて、そして妹の当人の方が小さな耳です。というヒントを聞いたところで、皆様王浜当人どちらがどちらかもお分かりでしょうか。で、高い岩の上に座っているのがお姉さんの王浜、向かって右側、芝生の上でゴローンと寝そべっているのが妹の当人です。そしてアドベンチャーワールド、現在全部で7頭のパンダファミリーを飼育しています。このパンダラブに4頭の子供のパンダ、そしてもう1箇所ブリーディングセンターにはあと3頭のジャイアントパンダがいますが、ブリーディングセンターにいるジャイアントパンダは3頭とももう大人のジャイアントパンダです。お父さん、お母さん、そして5歳のお姉さんパンダがいますが、メスの方が大人になる年齢は少し早いですので、5歳でも相手さえいればもう赤ちゃんの年齢の年齢なんです。ということで、現在このパンダラブで子供のパンダ、そしてブリーディングセンターでは大人のジャイアントパンダをご覧いただけるということです。で、パンダレクチャータイムといたしまして、午後3時に子供の赤ちゃんのレクチャー、また